北側上空から見た、家島。ほぼ中央に見えるのが、家島空港で、右が、米軍演習場海洋博公園から見る、家島1945年の家島。日本軍の飛行場が見える家村は、沖縄県国神軍の村。沖縄本島の本部半島から北西9キロメートルの、場所に位置する周囲 22.4km の家島からなる。 現在も村面積のおよそ35.3%の区域面積をアメリカ海兵隊の家島補助飛行場が占めている。沖縄本島本部半島の北西約9キロメートルの位置にある家島1島の全部で構成される。島中央から少し東にずれたところにある標高1 7 2 2ルの城山は本島からもよく見え、家島。 タッチューの愛称で親しまれている。産業は主に農業、漁業から成り立っている。本部港からもフェリーで30分余りということもあり、日帰り可能な離島としての人気も高い。また、戦争に関する施設、史跡もあることから、県内外からの修学旅行の需要も多い。カビラ、アがりエ前、東、工場、西へ前、西工場、アリョウ、マジャ、 西崎の八つの集落からなる。定期便のフェリーが発着する港があるカビラ周辺が島の中心部になっている。島の北西部には在日米軍の家等補助飛行場があるなど基地の島でもある。一時は島の面積の約半分が米軍基地であったが、島民による基地返還闘争が継続的に行われ、5度にわたり部分的な返還がなされた。 この結果、基地の面積は、島全体の35%となっている。米軍基地の概要と変換闘争の経緯は、家島補助飛行場を参照。5時からなり、行政区は8つに分かれる。旧石器時代から古代にかけての遺跡が数多くあり、特に島の南海岸の砂丘には、多くの遺跡が連なる。家島空港の西すぐにある、ゴヘズホラ穴では、更新用の鹿の骨、 2万年前の旧石器時代の人骨、貝塚時代前期の土器などが発見されている。伝承であり、時代不明だが、力タンナーパの伝説が城山にある。琉球にて、特徴的なグスク時代最盛期の土盛りや石造りのグスクの遺跡は、少ないが、中世琉球古今通のグスク時代の遺物が出土している。北山吉泣神城は海を隔てて近いが、 あと北山北山王国コアアマが勃興するまでは、特に近隣アジトの主従関係は持たず、徳之島、沖の選ぶ島、与論島そして、伊平野島など周辺諸島との交流、内市アジ同士の小競り合いがあったと考えられている。ここまでは、人口も、せいぜい数百人ほどの孤立島であった。14世紀、コアアマが、同族の丘春らを内護北山を開くと、 伊平屋島とともに、北山王に入港し、その支配下に入ったと考えられている。あと北山の頃から中国との交易品として、家馬が陳徴され、飼育場があったと伝わる。野郎職も置かれたという。昭和氏の琉球統一により、王国配下となるが、島の酵素は王府に直接収めていた。なお、歴史学的に判明している、最初の島司は、 1559年に任ぜられた、小西王の王子、家長下である。以降、琉球処分まで、琉球屈指の名家家御殿の差配となる。それ以前の島の主は、記録にはないが、有力な寝人には、スケへん家があったという。島津笠は現地には赴任しないが、他の島紛れず、野呂が指導していたとみられる。その後、財番が置かれた。 家御殿が代を重ねるごとに、アジカや親方が増えて支配が重層化し、琉球王府の下で、年貢は重く、表向きは四項六民ながら、実態は様々な別の項素が課せられ実態は六公市民で、有民は苦しんだ。羽地長州の改革により開墾が奨励され、折目行事などの祭りも許され、暮らし向きは幾分楽になったという。代々家御店廃下は、 琉球から、薩摩や江戸へと、公務や施設その他で公開に任せられた。首里在住の掃除等らの公開に、島の赤修羅も随行し、一種の留学生的役割を、もたらした。古典と、島修羅の費用面や人的貢献も多大ながら、それは、首里経由ではない島独自の大和からの、文化的影響を多くもたらすこととなった。帝国陸軍家と飛行場家等の、 戦い米軍イエトー補助飛行場イエトー、米軍弾薬輸送船爆発事故1948年8月6日午後5時過ぎ、イエトーの鳩場で、接岸していた米軍の弾薬輸送船が、積み込み中であった先の沖縄戦時の未使用弾及び、不発弾などの肉崩れを原因とする大爆発事故を、起こした。沖縄は、アメリカの軍政府統治下に置かれ、イエトーでは、不発弾処理が行われていた。 弾薬輸送船には5インチロケット砲弾薬5000発が積載されており多数の死傷者を出した。その日は夏休み中だったこと、たまたま地元の連絡船が入港していて多くの人が出迎えに来ていたことなどで、米軍事故調査委員会報告書によると死者107人、負傷者70人を出し、米軍統治下の沖縄で最大の犠牲者を出す事故となった。 古い日本語を残しているとされる、琉球語の中でも、沖縄北部諸方庫と、国神方言の家島方言が話されるとされる。しかし、他の本島地方、本島直近離島と同様に、明治維新後の琉球処分や、本土復帰を経て、中南部方言や標準語などの浸透が進み、ユネスコによる、所属国東語の言語消滅危険度評価は、d ィ f ィ i n i t y Endangered と指定されている。 家島方言では、中南部方言のパー、ハナ、フニ、ハタキ、ヒージャーがパー、パナ、プニ、パターキ、ピージャーであるなど、古代日本語のピー音が保存されるなど、さらに古い日本語の特徴を残している。近年、島では古い家島方言を子どもたちに積極的に教える教育が、島内の学校で行われている。農業では、 沖縄県全体で盛んな砂糖キビのほか、タバコ、花木、肉牛などの生産が盛んである。観光業も盛んで、第一次産業と第三次産業の従事者比率はほぼ同じである。特に近年は修学旅行生の民泊での受け入れを積極的に行っていることが特筆される。また、イエソーダなどオリジナルの特産品の開発も続々と進められている。 また、アサヒビールが設置したエタノール実験プラントを転用しラム酒の生産も行われている。ラム酒も特産。村内の郵便番号は905から 05XX である。集配業務は本部郵便局が行っている。図書館のない村村内には書店も図書館もないことから一般から古書を収集し各地の施設へ寄贈する活動、ブックリボンを主催する。 一般財団法人出版文化、産業振興財団により寄贈対象に選定され、2011年2月28日に村役場で贈呈式典が行われた。村には約1万冊が寄贈され、児童、生徒が利用する16施設に分配された。家港のターミナル施設フェリー、グスクから本部港かつては那覇白校本部家港間でマリンジェットエクスプレス。 マーリンが就航していたが、時期不明で廃止。現在は、同エクスプレス、ジンベエが、那覇白港本部と口ち港を運航している、一般向け村祭り。ありがとうございます。